最後にドルの解説で締めていきましょう動画の前半部分はクロス円の5ドル円後半部分はドルストレートの5ドルベドルについて解説をしていきますのでよろしければ最後までご視聴くださいそれでは早速ですがクロス円の5ドル円からチャートを見ていきましょうこちらは5ドル円の1時間足のチャート 時間軸の方はね、1日ごとの区切りがこの白い区切りとなっておりますので、約ね、これは15日間ほどの、えー、チャートになっておりますので、よろしくお願いします。ードル円の方はね、えー、こちらは結論から申し上げますと、レンジ相場が継続するからというところで、えー、今週のところはね、対円に対しては、えー、強くもなく弱くもなく、えー、同じような動きということで、えー、これはレンジは広めにとってみますと、下は93円ですね。 ここのところでサポートラインが入りやすくなっておりますし、上方向はね、94円。今週はね、94円タッチすることはなかったですが、先週ですね、こちらダブルトップ気味に上げている、ここの一番上のところという形になりますので、こういったところ、93円から94円、それは93.50を挟みながら、移動平均線24もほぼ横ばいになっている。 まこういったところからね、レンジ相場を想定しながら、まずは月曜日、火曜日、攻めていただければという考えでございますね。ということで、レンジ相場の攻め方というところでは、過去の動画でもね、お話をしておりますが、まず上に行った場合、94円の近くになってから、陽線陰線が出た場合ですね、ちょっとチャートの方をしっかりとえ線を引いていきますが、 上上方向94円付近まででががっって線線から因線に平均足が切り替わった場合ですねここはしっかりとショートを取りつつ要線陰線を確認してからのショートという形になりますので逆にねこの94円のレジスタンスが効いたという根拠が崩れてしまった94円の上側ここでしっかりとストップロス逆差し値を置いておくというところが必要になろうかと思います。 そして、下方向はね、同じく93円ぐらいまで下がった場合ですね。そこから平均足が陰線から陽線に切り替わる。こういったところで、しっかりとロングを取りつつ、これももちろん相場には絶対はございませんので、93円、ここのサポートを聞いたというところからロングを取ったのであれば、その根拠が崩れる93円の下側で、こちらはロングのストップロスを置いておく。 このような考え方と、あと、利格に関しましては、中央値のね、93.50。この付近で利格を狙っていただく。まあ、レンジ相場ですのでね、リスクリワードは1ぐらいになってしまうと思いますが、まあ、こういったところは、勝率でカバーというところで、しっかりと94円付近の要線陰線のレジスタンスでショート。逆差し値はその上側。下方向、陰線要線が93円の上側で起きた時には、ロングを取りつつ、 その下側には、えー、サポートをね、えー、すみません、逆差し値の、えー、ロングの差し逆差し値を置いておく。こういった損切り注文も必要になろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、ただね、レンジというのはいつかは破れる形になりますので、えー、最初はレンジ相場を想定しつつ、レンジブレイクのところもね、週の中盤から後半にかけては意識する必要があろうかと考えております。 その場合に関しましては、えー、このね、94円、上抜けた場合、上抜けた瞬間に入ってしまいますと、上髭で、えー、刈られてしまうというところが過去にもありますんでね。ここは94円超えた場合は、その上側での陰線要線、このサポートを受けてから、このレジスタンスをサポートとして機能したところを確認してからロングを取る。 その場合は、ね、もちろんサポートが入ったことを確認してからなのでその下側サポートの下側で逆差し入のストップロスを置いておくこういったところが必要になろうかと思いますそして下方向のブレイクに関しましても同様の考え方ですね93円を割り込んだ瞬間ではポジションは取らずその下側での要線・陰線が見えたところでしっかりとショートを取っていくこれがすなわちレンジブレイクという形になる そして今までのサポートがレジスタンスラインとして機能したところ、ここで入っていきますのでね、その根拠が崩れる93円、サポートレジスタンスの上側でストップロスをかけておく。こういったところがレンジブレイクの仕掛け方という形になりますので、トレードというのはね上に行くのか下に行くのかを想像してポジションを取るのではなくて、プライスアクションですね、最初にお話しましたレンジ相場の動きをするのか。 それともね、後にお話しましたレンジブレイクの動きをしていくのか、まあ、こういったところのプライスアクションを確認してからインしていく。まあ、このような考え方がトレーダーとしては必要になろうかと思いますので、まあ、この動画が少しでも参考になればと思いますので、よろしくお願いいたします、はい。以上でね、前半部分のクロス円の5ドル円の解説を終わりまして、続きまして、後半部分のドルストレート、ポンドドルの,つ、えー、ポンドドルの解説に入っていきましょう。 ポンドドルも、ね、同じく1時間足で準備をしております。ポンドドルにつきましては、ね、ポンド円は先にお話ししました通り、クロス円では順調に、ねまあ、横ばいといいますか、ね、レンジ相場でございましたが、対ドルですと、ね、少しばかり政策金利の発表後です、ね、こちらのところから一気に崩れてきたというところで下落トレンドが続いている。今までで、ね、この0.74という固い固いうサポートラインで なんとかサポートを受けておりましたが、最終的にはね金曜日こちらのところはね三角形からの下抜けで終わってしまったということで非常にね、えー、弱い状況が続いておりますので下抜けリスクには引き続き注意しつつトレードをする必要があろうかと考えております。もう少しね、えー、これちょっとチャート下の方になっておりますので時間軸伸ばして、えー、見ていただきますと。 この0.74割り込んだところでは、まあ多少ね、ここは3月ぐらいかな、3月ぐらいでサポートが入っておりますが、まあそれ抜けてしまいますと、かなりのね、大きめな真空地帯がありますので、ちょっとここはロングを積極的に組んでしまいますと、大きくスコーンとね、下げてしまう可能性が、この真空地帯はあり得るということで、ちょっとね、ロングに関しては、明確な反発が起きるまでは避けておいた方がいいかなというポイントになっておりますね。 一方、上値に関しましては、この0.7475、こういったところが直近のレジスタンス、そのレジスタンスの理由としましては、過去に明確にサポート、レンジ相場を築いていたというところからね、このサポートを割ってしまった今、レジスタンスとして機能しておりますし、 逆にこの0.74がを下回ってしまいますと、ここのサポートもね、あと出来高のあるところも、ここもレジスタンスラインになってしまいますので、えー、かなりきつくなるような状況になってしまうかなというところは、えー、ご注意をいただければと思いますね。えー、ということで、基本的には、えー、ショートを考えつつ、ロングはね、明確なサポートが入らなければやるべきではないというところでございますので、まあ、これでね、チャートを拡大して、えー、攻め方、ポイントを見ていきたいと思います。 はいえー、まずね、えー、下方向のところでは、えー、0.74これをね、下回って終わっておりますので、えー、ここはね、しっかりと戻りが弱ければ上から叩く。ちょっと見づらいようなところでございますが、0.74の下側での要線、陰線、そして移動平均線を上回ることができなかったところ、こういったところではね、しっかりとショートを取りつつ、えー、大きくね、下方向にオーバーシュートしたところで利確を狙っていく。 このような考え方でよろしいかと思いますし、このような場合はね、しっかりと0.74のレジスタンスを確認してからのショートなので、上方向にストップロスを置くのを忘れずに、相場にはね、絶対はございませんので、こういったところ、ストップロスをかけれるというところの方、えー、であれば、ショートで入っていただければというところでございます。そして逆方向にね、上方向に行く場合ですね、ここの部分はまずは勢いよくね、上げるところがないと難しいかと思いますね。 勢いよく上上げて移動平均線を上抜ける今まではね、この陰線陽線が入っても、移動平均線のあくまでも下側でございましたので、移動平均線を上回ることがまず必要かなと。このような上昇があった後すぐにね、飛び乗ってロングを取るわけではなくて、0.74のこのサポートライン、および移動平均線の上側で陰線陽線、これが起きたところでロングを狙っていくべきかなと。 具体的に移動平均線24、この黄色のラインでございますが、ここのサポートを受けてからのロングにしなければ、今までのね陰線要線というのは、あくまでも移動平均線24の下側での反発でございましたので、これはね、戻りが弱い。一旦そこを上抜けてから移動平均線を、サポートを受けてから、その上側でね、陰線要線のところが出たところでロングを取るということが。 ロングにね、取って必要になろうかと思いますので、まあ、この場合ですとね、えー、結果的に、えー、底根圏の、えー、ところはつかめなかったというところでございますが、まあえー、天井と底は後になって分かるもの、そして、えー、天井圏、底根圏というのは難しい動きをするということなので、まあ、その確認をしてからですね、トレンドが出てから、えー、身の部分、頭と尻尾はくれてやって、身の部分だけ取れるような形の方が、まが、あ、トレードにはね、落ち着いてトレードができると思いますし、 あとはね、えーまあ、天井と底根腱は非常に下髭上髭があって難しいというところは何度もお話している通りでございますので、まあ、しっかりとね、えー、頭と尻尾はくれてやって、胴体の部分で美味しくいただくような考え方でよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。はいえー、以上でね、ゴ、えードルに関しての解説を以上といたします。 えということでね、週末スペシャル、これで以上でございますが、皆さんもね、まあ私の見方がまあ全てではございませんが、自分なりにね、過去の検証とえ月曜日から火曜日にかけてのえトレードポイントね、これを組み立てた上でですね、月曜日以降の相場に臨んでいただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたえ他の動画でお会いしましょう。